さて今回は長澤選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。お願いします。こうやって長澤選手とお話しさせていただくのは初めてです。はい、初めてです。長澤選手は人見知りとかはどうなんですか？まあ、最初はあります。人見知りしますけど、はいはい、まあ、慣れてくればだいぶ、はい、今のところはみんなと仲良くなれた方だと思うんで。まあ、だから不慣れな町で生活スタートさせて、はい、まあ、そうやって最初岩瀬選手もいたりして、そうですね、いい形でじゃあスムーズにこうチームに、はい、もうそれは間違いなくいい形に入れたと思いますけど、まあ、私生活ではねやっぱうまく入れましたけど、うん、サッカーの方ではちょっと最初は難しかったですけど。何がこう一番苦労したの？まあ、夏のまず移籍っていうのは初めてで、はい、それはすごい、うん、不安でしたけどね。やっぱもうチームが出来上がってる状態で行くのと、これからできる1月に行くっていうのとやっぱ違ったんで、はいはいはい、そこはすごい、違いも感じましたし、まあ、やっぱガンバはもうみんなレベル高かったんで、うん、間違いなく、うん、今までいた中でもすごいトップクラスのチームだったし、うん、最初は本当衝撃を受けましたね。もう練習の姿勢だったり、はい、質だったりっていうのは最初ちょっとやばいなと思いました。マジかっていう感じがあったの、はい、本当にそういう気持ちだったんで、ちょっとこれ本気で頑張らなきゃちょっとまずいなって思ってて、あ、自分の中でもじゃあいろいろ変えなきゃというか、はい、それはもう初日で感じましたね。ただ来てからその最初のゴールが生まれるまでの期間っていうのは、これはこれでまたこう自分の中で長い期間だったり、そうですね、まあ、本当長かったですけど、まあ、でももう相当な覚悟をやっぱ持ってきて、うん、持ってガンバに来てたんで、まあ、ちょっとやそっとのことで、腐ったりとかっていう考えは全くなかったし、まあ、これから別に這い上がっていくっていうふうに自分でも言い聞かせてましたしね、まあ、でもやっぱりこう周りからは途中から入って期待されてる立場で入ってきて、本当サポーターとか、ね、チームメイトにはちょっと申し訳ないなっていう気持ちはあったんですけど、まあ、でも本当に絶対見返してやるっていう気持ちもあったし、そこはこう信念というかね、真の部分はすごい強い思いを持ってやってたんで、まあでも、まあ、列戦で本当ほっとしましたけど、ね、でもああいう大一番でこう結果が出せたっていうのは、はい、本当こう選手冥利に尽きるというか、そうですね、まあ、本当でも、これまでサッカー人生いろいろありましたけど、やっぱ努力し続けてきたからこういうことがあるっていうふうに思ってますし、まあ、苦しくてもね、ああいう一瞬があれば本当に乗り越えられると思うんで、それは今までそういうのをいっぱい経験してたんで、そしてまあチャンピオンシップでもゴールがあり、はい、ということで、まあ、やはり昨シーズンのこの得点シーンっていうのは我々サポーターからしてもすごく印象的なゴールっていうのが多いなというね、印象がありますけど、でも全部好きなゴールですね。やっぱ山形戦のヘディングもあんな綺麗なヘディング決めたことなかったし、まあチャンピオンシップもね、ああやって大一番っていうか、みんなが注目してあの時のね、やっぱ親戚の人とかも、見てくれてたっていうか、その連絡あった、はい、もう 遠いっていうか、こう、あんまり連絡取ってなかった友達とかも連絡くれたりとかしたんで、ああ見ててくれてるんだなっていうか、まあ、本当、まあ、すごいあのゴールでもまだもっと点取らなきゃっていうか、もっとこのチームにガンバに対して恩返しなきゃなっていう気持ちも強くなりましたし、まあ、天皇杯でもああいうゴール決めれたりとか、でもまあがむしゃらっていうか、そういうあんま綺麗じゃないゴールの方が多いんで、まあ、ヨネとかシューとかにはハイエナゴールハイエナゴールってずっとやってましたけど、まあでも別に言ってたからいいやっていう感じでしたけどね。まあ、それぐらいもう気持ちで、もうどんなゴールでも1点は1点だしっていう、アジアチャンピオンズリーグ現在1敗2分けと、はい、まだ勝ちがないんですよね。そうですね、やっぱ、まあ、初めてっていうか、こう最初からリーグからっていうのは今年初めてなんで、はい、どんな感じかなと思って見てたんですけど、やっぱレベル高いですね、アジアは本当に。違う、違いますね、でも球際だったりそういうボールに殺されるんじゃないかみたいな感じでそのぐらいに来る、はい、でも別に
こっちも、いやもう本当ぶっ飛ばしてやるみたいな感じ、気持ちでやれるのはめちゃくちゃ楽しいです。もう ACL でしか得られない経験というか、まだ、でも本当まだ1試合しか、スウォンの試合しか出てないんで、でもそのスウォンの試合はめちゃくちゃ楽しかったですね。もうちょっとしか出てなかったですけど、アジアこんな感じなんだなっていうか、すごいレベル高いし、相手も強かったですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。だからこれをもっとやっぱし、アピールして、ACL でこう使ってもらえるようになれば、めちゃくちゃ楽しかったですけどね、ACL の、はい、残り3試合のうち2試合が、アジアはホームで、はい、そうですね、やっぱホームで勝つのが一番でかいと思うんで、まあ、上でなかなか勝てなかったですけど、まあ、でもまだホームで2試合あるっていうのはプラスだと思うし、まあ、本当これからどんどんみんな調子も上がっていくと思うんで、いい結果を残していきたいなと思います、ね、じゃあ ACL ではポイントはやはりホームの2戦、そうですね、まあ、そこは間違いなく勝って、でアウェー行ってもまた勝ってっていう風にすれば、うん、予選は突破できると思うんで、やっぱ去年悔しい思いしてる分、はいはい、みんなすごい ACL に対しての気持ちは強いんで、勝ちたいですね、はい、横浜 F マリノス戦、はい、とても重要なゲームだと思いますけれども、いやもう本当間違いなく大事な試合、もうみんなチーム全体としてもこの1試合はまず勝ちに行こうって決めてるん でホームですしね、やっぱこの新しいスタジアムでのプレーっていうものも、はい、こうモチベーションを上げてくれる一つ要因にはなってるのかなと思うんですけど、いやもうそれは間違いなく、うん、まあ、本当こんないいスタジアムっていうのはないと思うし、日本ではなんで、はい、まあ、その中でプレーできてて、まだホームで点取れてないんで、うん、まあ、その中で点取れればもっと気持ちいいのかなと思いますけどね、はい、ナイトゲームではもう何かこう勝利した時にはすごいですね、あれ暗くなって、はい、LED が綺麗に光って、びっくりしましたね、あれは。あんな演出もできるんだと思いましたし、なんかもうビッグバンのライブみたいなね、見たかったですね。すごいなと思いましたけど。最後に、はい、サポーターの皆さんにメッセージをいただきたいなと思います、はい、絶対マリノス最初のゴールが生まれるまでの期間っていうのは、これはこれでまたこう自分の中で長い期間だったり、そうですね、まあ、本当長かったですけど、まあ、でも、もう相当な覚悟をやっぱ持ってきて、うん、持って頑張りきてたんで、まあ、ちょっとやそっとのことで、腐ったりとかっていう考えは全くなかったし、うん、まあ、これから別に這い上がっていくっていうふうに自分でも言い聞かせてましたしね、うん、まあ、でもやっぱりこう周りからは途中から入って期待されてる立場で入ってきて、本当サポーターとかね、チームメイトにはちょっと申し訳ないなっていう気持ちはあったんですけど、うん、まあ、でも本当に絶対見返してやるっていう気持ちもあったし、うん、そこはこう信念というかね、真の部分はすごい強い思いを持ってやってたんで、うん、まあでも、まあ、列戦で本当ほっとしましたけど、ね、でもああいう大一番でこう結果が出せたっていうのは、はい、本当こう選手冥利に尽きるというか、そうですね、まあ、本当でも、うん、これまでサッカー人生いろいろありましたけど、うん、やっぱ努力し続けてきたからこういうことがあるっていうふうに思ってますし、うん、まあ、苦しくてもね、ああいう一瞬があれば本当に乗り越えられると思うんで、うん、それは今までそういうのをいっぱい経験してきたんで、うん、そしてまあチャンピオンシップでもゴールがあり、はい、ということで、まあ、やはり昨シーズンのこの得点シーンっていうのは我々サポーターからしてもすごく印象的なゴールっていうのが多いなというね、うん、印象がありますけど、でも全部好きなゴールですね、やっぱ山形戦のヘディングもあんな綺麗なヘディング決めたことなかったし、うん、まあチャンピオンシップもね、ああやって大一番っていうか、うん、みんなが注目してあの時のね、やっぱ親戚の人とかも、うん、見てくれてたっていうか、その連絡あった、はい、もう 遠いっていうかこう、うん、あんまり連絡取ってなかった友達とかも連絡くれたりとかしたんで、うん、あ、見ててくれてるんだなっていうか、まあ、本当、うん、まあ、すごいあのゴールでもまだもっと点取らなきゃっていうか、もっとこのチームにガンマに対して恩返しなきゃなっていう気持ちも強くなりましたし、うん、まあ、天皇杯でもああいうゴール決めれたりとか、うん、でもまあがむしゃらっていうか、うん、そういうあんま綺麗じゃないゴールが多いんで、うん、まあ、ヨネとか
週とかにはハイエナゴール、ハイエナゴールってずっとやってましたけど、うん、まあでも別に言ってたらいいやっていう感じでしたね。まあそれぐらいもう気持ちで、もうどんなゴールでも1点は1点だし、うん、アジアチャンピオンズリーグ現在1敗2分けと、はい、まだ勝ちがないんですよね。そうですね、やっぱ、うん、まあ、初めてっていうか、あのこう最初からリーグからっていうのは今年初めてなんで形に入れたと思いますけど、まあ、私生活ではねやっぱうまく入れましたけど、うん、サッカーの方ではちょっと最初は難しかったですけど。何がこう一番苦労したの？まあ、夏のまず移籍っていうのは初めてで、はい、それはすごい、うん、不安でしたけどね。やっぱもうチームが出来上がってる状態で行くのと、これからできる1月に行くっていうのとやっぱ違ったんで、はいはいはい、そこはすごい、うん、違いも感じましたし、まあ、やっぱガンバはもうみんなレベル高かったんで、うん、間違いなく、うん、今までいた中でもすごいトップクラスのチームだったし、うん、最初は本当衝撃を受けましたね。もう練習の姿勢だったり、はい、質だったりっていうのは最初ちょっとやばいなと思いました。マジかっていう感じがあったの、はい、本当にそういう気持ちだったんで、ちょっとこれ本気で、うん、本気で頑張らなきゃちょっとまずいなって思ってて、あ、自分の中でもじゃあいろいろ変えなきゃというか、はい、それはもう初日で感じましたね。ただ来てからその最初のゴールが生まれるまでの期間っていうのは、はい、これはこれでまたこう自分の中で長い期間だったり、そうですね、まあ、本当長かったですけど、まあ、でももう相当な覚悟をやっぱ持ってきて、うん、持ってあの頑張りに来てたんで、まあ、ちょっとやそっとのことで、腐ったりとかっていう考えは全くなかったし、うん、まあ、これから別に這い上がっていくっていうふうに自分でも言い聞かせてましたしね、まあ、でもやっぱりこう周りからは途中から入って期待されてる立場で入ってきて、本当サポーターとかね、チームメイトにはちょっと申し訳ないなっていう気持ちはあったんですけど、まあ、でも本当に絶対見返してやるっていう気持ちもあったし、そこはこう信念というかね、真の部分はすごい強い思いを持ってやってたんで、まあでも、まあ、列戦で本当ホッとしました、ね、でもああいう大一番で結果が出せたっていうのは、はい、本当こう選手冥利に尽きるというか、そうですね、まあ、本当でも、これまでサッカー人生いろいろありましたけど、やっぱ努力し続けてきたからこういうことがあるっていうふうに思ってますし、まあ、苦しくてもね、ああいう一瞬があれば本当に乗り越えられると思うんで、それは今までそういうのをいっぱい経験してたんで、そしてまあチャンピオンシップでもゴールがあり、はい、ということで、まあ、やはり昨シーズンのこの得点シーンっていうのは我々サポーターからしてもすごく印象的なゴールっていうのが多いなというね、うん、印象がありますけど、でも全部好きなゴールですね。やっぱ山形戦のヘディングもあんな綺麗なヘディング決めたことなかったし、まあチャンピオンシップもね、ああやって大一番っていうか、みんなが注目してあの